現在午前10時半、おはようございます。ここから三島大社ってところに行くんですね。そうですそうです。じゃあ改札を出ましょうか。ほい、改札を出ました。ここからおよそ7分ほど歩けば三島大社だそうです。意外と近いんですね。では行きましょう。それにしても面白いくらい暑い。綺麗な青空がより一層暑さを物語ってますね。でももうすぐ三島大社に着くはずです。しばらく歩いてやっとのことで三島大社に到着。わ、綺麗ですね。予想以上に雰囲気のいいところです。せっかくなのでもう少し近くで撮ってみましょう。立派ですね。これこそ、って感じですよ。ゲームイベントが行われていなくても行くだけの価値はあると思います。その雄大な木造建築に心を奪われると言いますか。これは写真映えしますね。でしょう？写真家気取り。下手にそういうことしなくていいですよ。あらあらえへへへ。せっかくなのでちょっと動画も撮影。自然豊かですね。雰囲気はやはりいいですね。さっきの鳩推しは何ですか？鳩がいるから撮る。それこそが人生の真理だってわけですね。そこに真理も何もないと思いますけど。そこはまあ、ですね。でも結局鳩がいたらなんか撮りたくなるわ。日陰に集う鳩を見てあなたは何を思いますか？鳩も涼しさが欲しい、とだけ。ってなわけでちょっと早いのですが三島大社を出ます。本当に写真映えする場所でしたね。さて、三島大社の北側出口から三島駅まではおよそ12分です。結構歩きますね。ま、12分なら許容範囲内です。三島大社で体力も回復したのでね。え、なんですかこれ？なぜか路上に置いてあったクッキーらしきものです。そんなの映さないでくださいよー。お、街中にこんな素晴らしい川が通っているのか、すげえ。あ、そうですね。こんな川が通っているとお散歩も楽しくなりそうですね。てなわけで三島駅に到着しました。綺麗な青空が広がってますね。だがめっちゃ残念ながら時間がねえ。急いで乗車だー。てなわけでなんとか間に合い、熱海駅へ。なんとか間に合ったんですね。ではこれより大雄山線に乗って小田原まで行きます。ですがそれは次の動画で。今回はこれで終わりですね。そうですね。では今回はここまでです。また次の動画も見てくださいね。